みんな、2021年、明けましておめでとうございます。明けおめ。今年もよろしくね。よろしくな。あ、一等歳。おお。はい。え？お年玉。お年玉？まあ僕ももう3年生だからね。大人になったってことで。ああ、そいやお前は元お父さんだもんな。一応清十郎たちにもあげないとな。そうだな。じゃあこのお年玉はありがたくもらっとくぜ。無駄遣いはするなよ。あう。え、何、終わり今の。剣豪よ、生道場に集え。乙女剣武蔵。乙女剣武蔵生道場第22回、今年最初の生道場で2021倍強くなろう。この番組は吉岡憲法直綱役の野中亮斗、はい、伊藤一等さん役野部健太、そして心の師匠そのエピーでお送りいたします。よろしくお願いいたします。生放送はニコニコ生放送 YouTube で各週月曜に配信中です。はい、ぜひお好きな方法でご視聴ください。はい、お便りは公式サイトの専用フォームからお送りください。番組の最後には全剣豪に素敵な報酬もありますのでお楽しみに。お楽しみに。いやー、新年一発目、ムタッチって。ムタッチ一回も噛んだことないところで噛んじゃった。びっくりしちゃった本当に。俺もあの最初のエチュードっぽいところで、あ、これもう終わりなんだと思って、ね、台本に戻るのでちょっと時間かかっちゃいました。ごめんなさい。ということで、はい、2021年もよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なお便りありがとうございます。では早速読んでいきたいと思いますので。じゃあお願いします。はい、はい、乙女ネーム、剣豪ネーム、青井さんからいただきました。ね、はい、野部さん、野中さん、そのエピ、こんばんは。こんばんは。初お便り失礼します。ありがとう。ありがとうございます。私は今月20歳になるのですが、はい、おめでとう。皆さんは20歳の頃の思い出のエピソード、または成人して嬉しかったことなどはありますか？よろしければおめでとうメッセージとともにお答えいただけたら幸いです。おめでとうメッセージ。おめでとうメッセージ。青井。お誕生日おめでとう。体大事にしてね。葵、お誕生日おめでとう。成人になったからって調子乗んなよ。酒は飲んでも飲まれるな。だ。はい。はい。ということで、二十歳の頃の思い出エピソード。思い出エピソードか。なんかあるかな。まあ。お酒を飲み始めて、うん、お酒の怖さを知った。あ、うん、なんか深いな。何があった？いや、特に何もなかったけど、うん、そのビールを飲んで初めて美味しいと感じたし、うんうん、やっぱそのちっちゃい頃にオレンジジュースと間違えてビール飲んじゃったことがあったから。あ、その赤毛のアームのエピソードみたいなことがあったあのファントムレンジみたいな感じの色するじゃないですか。するね、するね。そう、うん、ファントムレンジほどあんな黄色くないけどさ。まあ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 、麦茶、はいはい、麦茶みたいな色で、うん、ちょっと炭酸の泡があって、うん、あ、オレンジジュースだみたいな。ちっちゃい頃だと間違えた。そう、ぷって飲んだらうわっってなったから、うん、それでちょっとトラウマだったんだけど、うん、二十歳になってみんな美味しそうに飲んでるから、うん、飲んでみようかっつって飲んだら美味しかったって言った。あー、なるほどね。でもこんなに美味しくてちょっと酔っ払っちゃうのは怖いなっていう、うん、そう、なんかみんな潰れるよねって話。まあそっか。だから潰れることはやっぱこうなんだろう、遠慮しないじゃん。二十、うん、歳ってなったら、うんうんうん、やっぱこう誰にも怒られることはない。迷惑かけちゃってダメだけどね、酔っ払って、うん、でもお酒飲むことに対して怒られることはなくなるから、うん、そうだね。すごい。俺もあの、うん、成人式の時に、うん、あの飲みまくって、うん、あのもう初めてだよね、久々に友達とさ。まあそうだよね、同級生がいっぱいいて、バー飲んでベロンベロンになって、うん、なんか知んないけど、俺覚えてないんだけど、うん、なんか同級生に言われたのは、うん、お前最後壁にすごい告白してたぞって言われたのは覚えてる。いや、なんか青春だね、そういうのって。なんかね、全然覚えてない。しかも壁にだよ、誰かに、誰かに言いたかったんじゃない？わかんない、なんか好きだよー
みたいな感じで言ってたのか、うん、愛してるわみたいに言ってたのか分かんないけど、うん、もう誰に言ってんのかお前分かんなかったわっつって。いや、いいじゃない、そうそうそう、いいじゃない、 ありがとうございます。なるほどね。だから結構やっぱお酒ってリミッター外れちゃうから、そう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 、気をつけた方がいいよね。特に女の子はやっぱり、女の子は確かに、ね、うん、気をつけた方がいいと思います。女の子は帯を緩めて帰っちゃダメだぞ。そうだぞ、怖いからな、気をつけて。うん、ございます。愛してるよ、俺も愛してるよ。そうだよね、うん、再来年の成人式もどうなるかね、分かんないですから。そうだね、だから本当に今年は延長しちゃったりとか、そもそも中止になっちゃったりとか、いろいろあったりするけど、本当に一生に一度のことだからね、できればどっかでこう会ってくれたらなと思いますね。今年成人式っていうのは何さんだっけ。葵さん。葵さんか、はい、葵さんってどこの人なんだろう。東京の人か。東京の人なんですかね。わかんないですけど、なんかそういうのは書いてないですけど。で、東京の人だったらあれだ、成人式の写真撮りたい。お、おー、うん、出会い中みたいな感じですか。いや、その出会いは僕は撮ってないけど、最近撮ってないから撮りたいんで。ああ、まあ、なるほどね。晴れ着、晴れ着っていう、お近くの神社まで伺いますんで、うん、よろしければこちらの方に東京近郊であればご連絡くださいって言うことです。ご連絡ください、はい、ポートレート的なね。そう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 、いや、結構ちゃんと撮るんで、お写真本当にちゃんと撮ってくださるし、機材も、ね、ちゃんと綺麗にしてくれるから、レバーみたいなのもあったりするから、そうそうそう、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。なんかあれば、うん、オリエル晴れ着フラグ来た。確かにね、乙女犬メンバーの晴れ着も可愛いと思う、うん、可愛いですよね、うん、では他にもまだ来てますよ。はいはい、うん、じゃあ何読もうかな。本当ですか。何名前すごいな、うん、剣豪ネーム、はい、犬夜叉さんからいただきました。お、犬夜叉ね、三言鉄装、三言鉄装、はい、バグリハ。ケンちゃん、りょうちん、その IP スタッフさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お元気ですか。お元気です。お元気があれば何でもできる、123だー。元気があれば何でもできる。はい、滑っても責任は負えません。おい、おい、滑っちまったよ。はい、あんだっけこれ、何あんだっけ、うん、毎回名前忘れるんだ、これ読み方。セーフ違う、フオリフ、フキン違う、フキンで合ってますよね、確か。キングのマスクのしすぎで不織布、不織布だ。キンでもなんでもなかった、漢字の弱さ。俺、はい、一昨日ぐらいに読めたんだよ、これ。読めたの、うん、不織布マスクで、ありがとう、のしすぎで、耳の後ろが荒れたので、うん、皮膚科で軟膏をもらってしのいでいます、うん、初夢は前半に家族と遊園地に行く夢、うん、後半に上泉さん、なんでここにさ、これは読めるのよ、振り仮名振ってあるけど、これは読めるのよ。はい、はい、神泉伊勢の神は読めんのよ。うん、役の和吉が出てきました。いいじゃん。和吉はテンション高めです。そうだね、2人で小高い山に登って、うん、景色のいいレストランでご飯を食べました。うんうん、帰りにお土産を物色していましたが、うん、和吉は何も買えませんでしたと、うんうん、めっちゃ貯金してそうです。できんのかな、あの、わかんないですけど、はい、皆さんのご出身の地域のお土産といえば何ですか。今夜は、京鴨せいろそばを食べたかったけど、うん、宅配できるお店が近所にありません。あら、生放送楽しみにしていますというお便りでした。ございます。出身の地域のお土産なんだろう。東京バナナ。まあでもそうだよね。東京だとパッと浮かぶのはそうだよね。東京バナナ、僕は佐賀なので、うん、なんかこう、佐賀ってでも、なんだろうかな、なんだろうかなって僕ね、あの佐賀から東京に行くときって、うん、地元からね、はいはい、あの長崎空港に、うん、で東京に来るんだけど、うんうんうん、長崎だとやっぱカステラだったりとか、はい、そういうのが有名なのがあるから、だいたいね、うん、カステラとか持って帰ってくるんだけど、いい、ね、カステラ好き、うん、なんか送ってもらうときとかだったら佐賀牛とかを送ってもらって、うん、お肉だ、じゃあお肉かな、いいじゃない、うん、とか、僕もお肉食べたいですよ。ね、ね、バーベキューまた行きたいね。行きたい ね, ね。また落ち着いたら行こうね。落ち着くことは多分ねえかな。寝顔、ね、寝顔。願いますか、うん、で。あと、時々明太子とか、あの博多が近いから明太子。いいな、
明太子美味しい。好きなんです。明太子あったらね。昔は食べれなかったんだけどね。つぶつぶが嫌で。年を取るとさ、年を取ると食べれるんだよね。不思議とね。そうなんですよ。初夢何見ました？僕ツイッターにも書いたんですけど、はい、3万円もらう夢見ました。俺なんか自分でも不思議とお金に困ってんのかなって思って。給付金じゃん。そうそう。なんか入って、しかも相手が誰か分かんない。ただ、振って封筒を手渡されて、パッて見たら3万円。リアルじゃん、3万円って。3万リアル。お年玉だね。あーってなって、よかった、これでなんか家賃払えるかなんかなと、みたいな感じで、多分想像してたんだろうね。もう困ってるじゃん。そうそうそう。わー、ご飯食えるわ、みたいな。パッて目を起きたら、うわ、夢だし、みたいな。いいなったね。いいな、なんかハッピーな夢じゃん。結局ないからね。あ、まあまあまあ。まあ、そっからなんかお金関係が良くなればいいと思うけどね。まあ、経済が回ればいいよね。そう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 。僕はね、殺される夢でしたね。しかも、何十年も会ってない小学校の頃の友達に殺される夢でしたね。夢、なんか恨み買ってたんじゃない？いや、わかんない。なんだ？わかんない。しかも、その小学校の頃の顔のまんま、あんま変わらない顔で、あの頃の、あの頃は、はぁみたいな感じの顔で、アッコさんじゃないですけど、その顔で僕はナイフでこう、あー、でも確か、夢占いとかで見ると、殺されるとか死ぬっていうのは確か変わる前兆みたいなこと書いてあった気がする。マジ、マジっすか。自分がこう、変わっていくのを暗示してるみたいな。僕ね、新年明けてから、はい、初夢を見てから、はいはい、タクシーのさ、はい、なんだっけ、何台しかないうち の一つのタクシーに乗るとカードもらえるんですけど、うん、なんかコングラチュレーションみたいなやつ多分持ってると思うんだけど、え、何その宝くじ的な、なんか幸運のタクシーみたいなやつ、はいはいはい、どこ行った？ガチで財布出すじゃん。コングラチュレーション、幸運のタクシー。4600分の5？うん。何それ？に乗りましたよっていうの。ご乗車いただいたタクシーは日本交通4600台のうち5台しかない、アンドン、桜色のアンドンがついています。まさに奇跡の出会い、幸運の桜に N です。これからのあなたの人生にも素敵な出会いがたくさん訪れますようにという、うん、なるほど、この桜色のアンドンがついているタクシー、そう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 、4600分の5らしい。そうなの、コングラチュレーション、幸運のタクシーつって。結構声優さんの方もタクシー乗られるの多いんで、すごい、結構ツイッターで見かけることも多かったんですけど、うんうんうん、あ、まさか俺も乗ることになるとはみたいな。なるほどね、新しい出会いが今年からやってくるのかなっていう、あるかもしれない、ね、それが変わるきっかけなのかなって思いながらね、ちょっとこんな話をしましたけど、はい、時間も時間なので次のお便りいきますね。はい、おしゃべりしすぎました、ごめんね。はい、他にね、他に何かありましたか？ね、ありますよ。ほう、剣豪ネーム、はい、情報カタカタさんから、うん、明日勝海舟さんお誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ございます、本当に。祝祭、ロマン限定将来1回目で新しい勝さんゲットできました、はい、ずるくね、思ったのですが、はい、この勝海舟さん、あの玄馬大輝さんにそっくりですね。髪型やろそれは。びっくりしました。通常の勝さんはどことなくハリーポッターっぽいですし、勝さんを描くにあたり参考にされたモデルはいらしたのでしょうか、気になります。ね、来月のカリンコラボ情報楽しみにしておりますと。ハリーポッター、どうなんだろう、メガネだしね。メガネでちょっと帽子かぶってる感じの、うん、だけどその誕生日のはちょっと、うん、大ちゃんっぽいねっていう。髪型っぽいじゃないの。ああ、そっかそっか。まあでもなんかそう、耳にかけてたりしたよ確かね、あれね。ああ、感じかな。確かそうだった気がするんだけど、うんうんうん、まあ確かに雰囲気はねって感じかな。まあタッチ的な感じはあるよね、うん、あの子もあの子もっていうか、あの子もあの人もね、袋を乗せてたしね。確かに確かに、うん、はい、勝くんガチャ出ねえ、回せ、回すんだ、出るまで回すのがガチャなんだよ、回せ回せ、本当に、はい、厳しいだろうけどな、うん、あ、仕方ねえんだこれは。はい、はい、じゃあもうちょっとお便り読めるかな、じゃあ読みますよ。はい、剣豪ネーム、そうだ
法事花王さんからいただきました。のべさん、野中さん、そのぴーさん、こんばんは。こんばんは。去年12月に始めたばかりの新参ですが、うん、こんなはずじゃなかったというレベルで思いもよらずズブズブにはまってしまいました。いいんだよ、はまって。ゲームとともに過去の生道場も一回一回追いかけながら楽しませていただいております。うん、ありがとう、ありがとう。乙女家武蔵に出てくるキャラクターは男の子も女の子 も、うん、モブに至るまでとても魅力的で、いまだに推しが定まりません。助けてください。助けらんねえな、それは。はい、うん、さて、先日の祭事、年越し合宿、憲法君、一等祭君のわちゃわちゃ、もとい熱い対決を届けてくださり、はい、ありがとうございました。吉岡家の夢の共闘にもとってもワクワクしました。そうだよね。うん、ジャージと、袴ってとってもいいものですね。うん、ナイスです。ナイスですね。そして、今回の物語もので、おにやしゃってもしかして可愛いという謎の気づきも得てしまった気がして若干戸惑っています。はい、ちょうど今祭事と限定将来の各剣豪カードの和端も全て読み終え、ニコニコしながらこれを書いています。うん、思い出しても乙女剣三昧の充実した年末年始だったなと思います。よかったよかった。こんなにハマってしまうと、うん、配信当初からプレイしていなかった自分が心から悔やまれるのですが、今からでも最大限楽しんでいきたいと思っています。頑張って追いつきたいと思いますので、はい、これからもゲーム内、外でも、たくさん楽しませてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ございます。そう、俺もびっくりした。いいね、今回のイベント、うん、喧嘩から始まるんだよね、ここの。あ、そうだっけ。そうなの。喧嘩から始まって、もう回ってないことバレバレだわ俺。うん、喧嘩から始まって、うん、で、あの吉岡チームと、はいはいはい、あの一等祭チーム、あー、一等祭チームに、はいはいはい、あの小次郎と鬼足がいるわけよ。うん、あ、そうなの。そう、タッグを組むの。あ、鬼足がね、だから 割とね、こう、あ、可愛い一面あるんだみたいな。まあ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 、しょうがねえなみたいな。やってやる。まあ変わったんですかね、なりに。まあね、多分こう優しいというか、なんだろうね、もともとそんなに憎むべきキャラクターでもないからね。佐々木に対しても厳しいは厳しいけど、優しい一面はもうしっかりあったので、ストーリー中で一緒にご飯食べるところなんてさ、もう俺感動しちゃったよ、あれ。いい、あの絵だけでも、うん、食え、もうなんだっけ、納豆かなんか食ってる時に一緒に食ってきちゃったみたいな、塩だみたいな、うん、こいつには塩だみたいな、ね、そうそうそう、そうそうそう、納豆には塩、ね、そうそうそう、未だに鬼足だけ CV ハテナハテナだか分かんないけど、いや、まあさ、最初のあのエンディングとか見ればちゃんと名前出てくるから。そう、まあ、そう、おかんなんだよね、割とね、おかんかね巻きいいですよね。そうそうそう、うん、いい感じだよね。はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。はい、はい、ということで、そうそう、次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、はい、次のコーナーはこちらです。ダダン、はい、バーン、裏道場。はい、ということで、裏道場のコーナーはここではゲームの攻略や乙女家のエピソードなどを取り上げていきます。コーナーへのお便りもお待ちしておりますので、はい、あなたの知りたい攻略、乙女家の知りたいことなどどんどんお寄せくださいということで、はい、今日もね、たくさん、裏道場に関して質問だったりお便り、すごいですよこれ、めっちゃ来てます。何枚あるんですか。ね、5枚ぐらいある。4枚、5枚あるね。 1,2,3,4,5 枚だ、めっちゃあるね。すごいな。じゃあ早速読んでいきますか。読んでいきたいと思います。はい、へい、じゃあこれですか。というか、まずは剣豪ネーム大福様からいただきました。はい、ありがとうございます。ございます。乙女剣は料理上手な剣豪が多いですが、誰が一番上手です か、ね、うん、また逆に料理下手な、剣豪はいますか、ということで、はい、答えいただいております。はい、いや、ね、はい、ごめんね、はい、ずっと YouTube の、はい、カニンゲームズから音がしなくて、はい、あ、そうなんですか。そうで、ずっとこれどこの設定なんだいうので、ちょっとずっと探りながらやったから、はい、ちょっとなんか番組への意識を、ね、半分ぐらい抜けて、はい、最後の方を見てて、はい、今ようやく音が出たから、はい、あ、よかったよかった。やっぱり新しい機材入れて使ってたから、あ、そうですね、なるほど、ここか、よかった、よかった、びっくりした。終わった。はい、じゃあ、はい、続きいきますね。答えとしてはこちら、はい、人として重要なご質問ありがとうございます。ありがとうございます。男性も女性も料理が上手だと毎日の楽しみが増えますね。うん、
巌流では、通子、維新では桂、新選では斎藤、京八では金巻の腕が確かという情報をそれぞれの担任の先生からいただきました。一度料理の頂上決戦を見てみたいですね。料理の腕は微妙な剣豪はアルバイトをプレイしてみてください、あ、間違えたと頬む清十郎や、ごまかせと泡で出す伊蔵あたりは怪しいかもしれません。将来料理の上手な、お嫁さんが見つかるといいですね、というそうですね、うん、楽しいですよね、アルバイトもね、プレイしてるとね、うん、間違えたって確かに清十郎言いそうだよね。あ、間違えたね、ごまかせっていう遺像もね、いいですね。はい、そしてお次は剣豪ネーム魚様からいただきました。ありがとうございます。こんにちは、久々の生道場とても楽しみにしていました。復刻バレンタインも追加シナリオがあるということでワクワクしています、そこで気になったのですが、案は通行、オリエル、佐々木、インシュン、野牛、タクアンには昔から毎年チョコを渡しているのでしょうか、それとも毎年渡しているのは女子だけで、幼馴染3人には今まで渡したことはなかったのでしょうか。そうなんだ、気になるね、ご回答いただけたら嬉しいです、ということで、答えはこちら、どん、タイムリーなご質問ありがとうございます。ありがとうございます。アンは女の子、タクアンやお父さんなど幼馴染や身近な人にもギリチョコはあげていたようです。優しいよね。とっても小さい頃は砂場の砂団子を佐々木くんへチョコ代わりにあげていました。かわいいね、と言っても今は意識したり本命ができたりする微妙なお年頃なので、温かく見守ってください。はい、まあ、高校生だからね、見守ってあげてくださいね、本当に。本当泥団子はちょっときついな。砂団子な、泥ではないからね、砂団子は結構な、いやでもチョコ代わりにね、はい、佐々木くんっつってあげるのは可愛いですよ。可愛いよ、微笑ましいですよ。この頃のだってさ、お嫁さんになるとか普通に言えるじゃん、言える年頃ですからね、ちっちゃい頃は本当に、いいなって思う、可愛い、可愛いね、みんなね、じゃあ次のやつ、お願いします。剣豪ネーム金魚さんからいただきました、ありがとうございます。バラコさんは一体何の剣豪の子孫なんでしょうか。どちらかというと某テニスプレーヤーで有名な気高いお嬢様と血縁関係にありそうだと思ってます。こちらが本題の質問です。あ、そうなんだ、そこ違うんだ、はい、むせちゃった、バラコさんは清十郎のどこが好きなのか知りたいです。あ、なるほど。バラコさんは清十郎との恋路を邪魔する存在だと思い込んで、アンちゃんに突っかかってくる役回りなのではありますが、女ったらしの清十郎がバラコさんに上辺だけでも構ってあげている様子が全く見当たりません。清十郎にそんな塩対応されているにもかかわらず、バラコさんは本編和端で暴走してしまうほど清十郎を好きでいることがわかります。一体なぜ、一途な恋をするツンデレで愉快な女の子のバラコさんが好きです。清十郎のハートをつかむ日は来るのか。バラコさんの一取り巻きとして、彼女の恋を応援しております、と。答え、お、答え、こちらは代理の方から返事が寄せられていますのでご紹介いたしましょう。これはこれは、読みますね、代理の方ですからね、このご質問にはバラコさんの親友であるユリコがお答えしますわ。ユリコさん、バラコさんへの愛にあふれた思いやりのあるご質問、さすがですわね。一人っ子のバラコさんは日々やんごとなき清十郎の気高さや弟たちへの優しさなどを見て胸が熱くなったご様子ですの。そして以前は親切に接してくださったそうですわ。ですがすっかりお熱になったバラコさんがしつこく追い回したり女の子を牽制しているうちに清十郎様は少し、なんだこれ、なんて読んだっけ、へきれき、へきれきされたようですわ。以来冷たくされることも増えたようですの。でもアンさんとの出会いでバラコさんも少なからず影響を受けたようですし、今後は良いお付き合いの機会もあるかもしれませんわね。でもバラコさんの鈍感にも困ったものですわ。少しはこのユリコの思いにも気づいてほしいものです、とのことでした。巌流学園にはまだまだ戦いの火種が尽きないようです、という ね、 へきへきね、まさかね、ユリコさんだから、はい、しょうがないですね。そしてお次、はい、剣豪ネームナナ様からいただきました。ユリじゃねえか。めっちゃ来てるね。ありがとうございます。そうなんです、塚原牧伝くんが川で採れたヤマメを、保存が効くように、燻製にしたものだと言っていて、とっても美味しそうです。牧伝くんのこの知識はサバイバル生活で得たものですか、それともサバイバルのお師匠様がいるのか、それとも何か書物を読んだのでしょうか、そこが気になるところですと。私はヤマメの塩焼きは食べたことはありますが燻製を食べたことはありません。
ボクデン君に教えてもらいたいですが、うん、私がボクデン君のテントに入ることは可能でしょうか、うん、こちらのお答えが、はい、ズバリボクデンさんに聞いてみましたのでお答えをそのまま、掲載します、うん、サバイバルの極意、以前友人とキャンプに行った時にそのお父さんから教わったり、うん、武者修行の前にかなり調べて予行演習などもしていた、うん、本やネット、動画でもかなり調べたぞ。今も研究を重ねている。そのうち自分の動画も上げられるレベルまで極めたいものだな、うん、テントには友人、家族、対等していない一般人、殺意を持たない人間なら歓迎している。鞍馬山に来るときにはコーヒーでも入れてもてなそう。という優しい優しいですね。あ、殺意を持たない人間、人間、まあ、それは歓迎するよな。そうだよね、対等してない、うん、でも今本当ソロキャンとか流行ってるから。流行ってますね。ボクデンさんなんかモテそう。教えてあげるよって言って、教えてあげるよ、だからそのキャンプ教えてあげるっていう。ボクデンさんが教えてあげる側ってこと。そうそんなコミュニケーション能力ある、ボクデンさん。いやー、あるじゃない、多少は。だってコーヒー入れてくれるんでしょ、うん、あれでしょ、なんか一緒に燻製でも作ろうか。うん、めっちゃ凝ってるの作りそう。食うか、うまいぞって言ってきそう。そういいよね。いいですね、そういう。なんか焚き火またやりたいですね。やりてー、あったかくして。でもなんかキャンプとか行くと、キャンプ場でそのままその場で燻製作ったりとか、うん、あ、まあ、煙とかね、気にならないですしね、いぶしてね、キャンプ場は、うん、いいよね。はい、では次のお便り行ってみます。はい、はい、剣豪ネームソイッターにつぶやいたこと、つぶやいてほしいさんからささやいてほしいさんからいただきました。ありがとうございます。お掃除の祭事面白かったです、うん、最後の方で憲法君開眼できました。よかった。話は変わりますが、憲法君が、あんを囲んでみんなでバーベキュー料理写真を撮ってソイッターにあげようってセリフがあるのですが、もう上がってます？憲法君が最初にどの具材を選んで食べるのか気になります。はい、はい、その答えは、はい、憲法は普段若干ジャンク気味の素材を好むので、はい、マッシュマロを焼くのがお気に入りのようです。肉は可愛いじゃん、うん、肉は肉というよりどっちかというとなんかこう装飾っぽいよね。まあまあまあ、うん、とかなんか海鮮、海鮮、あ、エビとかホタテとか、うんうん、憲法君の鍵屋か、あーかもね。あ、みんなに見せたいんだけど、うん、なんか知らない人から聞かれてるのすごい怖いから、うん、そう、鍵屋かなんだろう。じゃあ俺もそうしようかな。あへとか言っちゃったよ。あへって、はいはい、そしたら次ですね、うん、はい、ではここからは一問一答形式で、うん、乙女剣武蔵の素朴な疑問にスタッフがお答えします。はい、乙女ちゃんにこの後成長期は来ますか。うん、一般的に女子の身長が伸びる時期は過ぎていますので本人には酷ですが、難しいかと思われます。一般的には、両親から受け継いだ遺伝子的な相因で、9割以上が決まると言われています。うん、龍馬を見る限り可能性は高くないものの、うん、ゼロではないかもしれません。なるほど、ね、はいはい、続きまして、スー子のホラー映画コレクションは一般公開されますか。はい、アンサー、アンやオリエには公開されているようですが、うん、部屋に入って無事に出てきたものはいないという噂もあります。難しいのではないでしょうか。アンに近づいたものはツー子さんのホラー顔が見られるという噂です。まあ乙女剣武蔵の貞子みたいな感じですね。そうだね。テレビから出てきちゃうかもしれない、はい、ですかね。これだけ、これで以上かな。以上かな、はい、すげえな、これ夏美さんすごい真面目に考えて書いてる。夏美さん、スタッフの方の名前すごい、本当にすごい。毎回思うんですよね、すごいですよね。もともとそれがあったのか、この質問が来て考えてくださったのか。いや、質問が来て、うん、大体この締め切り時間に閉じて、はい、夏美さんに送るんで、はい、そうすると夏美さんが書く、すごいですよね。すごい、本当にもう設定だもん。実際シナリオを書いてる人がここまで書いてくれるなんて他なかなかない。いや、ないですよ、ね、レアですよね。レアというか本当に大体こういうのってその場の雰囲気で適当に答えるのが、あ、大体どの番組もそうなのに、これ、うん、結構設定のシナリオやってガチに書いてるって、こんな感じなのかな、贅沢だそう、うん、皆さんいいの聞けますね、うん、ありがたいっす。はい、では最後にあるんですね、これは、うん、これ裏道場なんちゃら、裏道場攻略クイズということで、本日の問題ですが、お便りよりお答えする形でお送りさせていただきます。はい、
剣豪ネーム千円札を、川柳チケットに変えたい剣豪さんからいただきましたありがとうございます。買わしてくれってことか、なかなか、うん、なかなかの値段だ、うん、1000円なかなかの値段川柳チケットの入手方法が対戦場、はい、メダル交換、はい、ログインボーナスと、うん、祭事点報酬といくつかありますが、はい、祭事戦でもまれにドロップするようになったと思います。そうですね、うん、祭事戦には5つのステージがありますが、それぞれのステージごとでドロップする川柳チケットに違いはありますか？リリース当初より入手方法が増えた今でも全部開放できるまでの道のりが長くて、うん、早く5億通り読めるようになりたいです、うん、そういえば最近新たに追加された剣豪にも川柳があるので、今は何億通り読めるようになったのでしょうか。そして川柳チケット足りないと言いつつ、川柳のさらなる追加も心待ちにしております、はい、シンキングタイムです、コメントでシンキングタイムです。どうですか、どうですか、皆さん分かりますか、何億通り読めるようになったのか、うん、と、もう川柳チケットの違いはあるかないかみたいな、どうでしょうか。答えです。でん、はい、はい、これ画像出ますか。もうその問題ですね。まあ最終戦でドロップする答え。先生と教えたやつって答え。でん。でん。ご質問ありがとうございます。現状こちらの画像のように集めることが可能となっております。見えるかな。うん、また川柳は助っ人とも読めますので、川柳の解放がはかどっている助っ人剣豪の力も借りてみてください、うんうんうん、他のプレイヤーのコメントにある川柳が知らないものなら、動詞申請してみましょう。解放していない川柳が読めるので、うん、5億通りがまた一歩近づくかもしれません。剣豪も登場した後の川柳の数はすみません計算が追いつかないため、次回の生道場までに計算してみますというすごいな。多分ね、とんでもない数になってると思います。まあ、川柳チケットの集め方は、うん、この画像の通りのここでこれが手に入るよっていうのが今出てると思うんで、うんうんうん、これを参考にして。そうだね、はい、初級中級だと赤と青、上級だと青と緑、達人級だと緑と紫富士、うん、で現幻級だと全種で買える。幻級はね、あの石を消費するんで、そう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 、ちょっとコストが高いかなとは思うんですが、うん、でも本当に、ね、まあ、チケットを早くやりたいっていう人には向いている、向いているのと、あと祭事点をがっつり稼ぐのはすごい向いてますね、うん、ありと思いますね、うん、でそして自分が解放していない、川柳を解放しているフレンドと一緒に読むといいということですね、うん、らしいですね、うんうん、ちょっとそれも気になってきますけど、はい、ということで皆さんもぜひぜひたくさん川柳チケットして開放して、うん、5億通り目指してください。いつもう途方もないと思いますけど、そうですね、達人か幻しかやらないのは上級者ですね、うん、そう完全に。俺川柳聞いててさ、うん、俺こんな感じでやってたっけって結構思ったりする。あ、まあ、それはある、うん、ある、確かにある。あ、俺こんな感じで読んでたんだみたいなそうそうそう、結構懐かしくも思うんだよね、その場のさ、その、うん、憲法とか一等歳が入ってる状態で読んでるから、うん、もうね、覚えてないことの方が多いんだよね。そうそうそう、川柳とか最後の方だったじゃないですか、うん、あの、そうだからね、分かんないよね。割と憲法感情込めて読んでるなとかあったりとかして、結構、ね、俺なんか気抜いてんじゃねえかなって思う時あるもん自分で聞いててあみたいなお前ちゃんと仕事しろよって思いながらなかなかね、そういうのも面白かったりします、はい、まあでもちゃんと聞いてみたら、うん、あ、そういう意図でこういう風に読んでたんだなっていうのが分かったりするからね。 その一個だけ聞いちゃうとどうしてもあれだと。そう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 、なので皆さんぜひぜひ、たくさん開放してください。はい、はい、ということで続きましてこちらに行きます。お、はい、裏話。裏話、はい、こちらはここからは先日開催された祭事年末合宿の衣装案をご紹介しますということで、うんうん、まずはいおりから。あら、おりえです。おりえから、あ、ごめんなさい、いおりおりえです。おりえです。あの猫耳じゃないんだね、こうヘッドホンと。あ、あるけど、あ、でも猫が描いてる胸にね、猫がね。タイツもあの猫のマークがついてないんだね。なんでいおりって言ったんだろう今。やば、まあでも変身するとイオリだからな、うんうん、あ、そっかそっか、うん、かわいいよね。かわいいですよね、うん、なんだろう、こうオリエはこう結構色をたくさん入れ、派手な感じがやっぱ好きなんだね。まあそうだな、うん、いい感じに、あ、すごく現代っぽい
感じの。可愛いですね。蹴られたいですね。スニーカー、スニーカーも、スニーカーとかも。おしゃれは足元からっていうし、スニーカー可愛いよね。え、これナイキ？ナイキ？ナイキっぽい。え、やっぱ分かるんだそういう。ナイキのジョーダンっぽい。ジョーダンというかナイキっぽい。参考にしてるんじゃないですか？可愛い。いや違うかもしれないけど、うん、ナイキっぽい。可愛い。なんでこっちでみんなこっちでこっちにモニターあるから。なんかすげえ可愛いと思って。すごいな。ね、っぽいよね。はい。いいですね、うん、オリエってベシってローキックあれじゃないですか、やっぱやられたいです、はい、そして次はこちらの方の衣装です。ドン、弁慶の別衣装ということで、はあ、なんかライダースかな、ライダースっぽいね、ライダースっぽいね、ジャケットの、うん、でキャップももうあれだね、イケイケのジャージみたいなの着てるね、うん、なんかあのダンスできますみたいな感じっぽいよ ね、 ね、頭にバーコードついてますね。あのキャップのシール剥がしつつ怒られるの知ってる、ここのつばのところにある。そうそうそう、ね、なんかこの方がモテそうだよね。そうですよ ね、 ね、うん、親近感がある。いやなんか弁慶ってなんかごつくてでかくてモテなさそうなイメージがあるんだけど、うん、あ、普通にこういう服着てアップにしたら、ね、なんか普通にイケメンじゃないか。いやいや、かっこいいですよ、かっこいいです。近寄りがたい雰囲気ありますもんね、うん、ストリート系のね、ニューエラー。そうね、そうね、かっこいいよね、なんかモテそうだ、うん、イケメンやん。足細いよね、うん、スラッとしてんだみんな。でも筋肉詰まってんだぜ。そうだね、そうだね、そうだね。 50m めっちゃ速い。なんかもう一個あるんですよね、なんか弁慶が、このまたちょっと ダボっとした感じの、ちょっとヒップホップ入ってるっぽいね、うんうん、緑っていうところがね、またね、挑発っぽくてまたいいよね、うん、白井さんって感じする。白井さんご本人、うん、本人かなみたいな、うんうん、緑だからね、そう、緑大好きですからの人。いやもうだってもうそもそもすごいですよ、頭の上にひよこ乗せてたらな、もうかわいい。いつ落ちるかさ、ちょっとそわそわしないよね、うん、そうそうそう、こいつら落ちないんだよ、落ちないんですよね、悩みに悩んだ感じ。緑っつって。そこまででもないかもしれないな。ブランドかもしれないですね、この緑ってね、うん、そう、平井さんのね、やっぱスポーティーなんだね、うん、動きやすさを重視してますみたいな、うん、まあいいですね、襲われたりしたらね、目に優しい色でいいですね、かっこいい、はい、そして次こちらの、又七郎と伝七郎の別ジャージ案ということで、あーはいはいはい、いいね、又七郎はもうなんか本当ファーサスって書いてますけど、うん、血の気が多そうな、うん、いやフードもありですね、やっぱり、うん、フードかぶってるの好きだな、なんかいいですね、なんか闇打ちしそうだね、うん、いや闇打ち、剣道で闇打ち、いやでもなんかやっぱこう割るっていうのがさ、うん、すげえ伝わるじゃん、そう、そう、袴ジャージいい、いいですね、うん、確かに、いいんだよ、なんかすごい今っぽい感じだよね、ね、いいですねこれ、フード可愛いよね、スカジャンみたいのもいいですし、うん、あとねジャージがかっこいいんだ、うん、単純にジャージ単体のデザインが、ね、デザインがかっこいいんだ。いや電子白もね、俺も高校生の時こういうジャージが良かった。どうラインが入ってる、いや本当グレー一色の。ああでも渋くていいんじゃない。いやなんかこう芋っぽい感じになっちゃうんですよね。でも学校指定でしょ。そうなんですよ。しょうがないよ。そうなんですよ。いいなあ。ヤンキース。ヤンキース。ジャージのシルエットもねまたかっこいいですよね。かっこいいんだよね。はい。続きましてはこちらの方です。お、金巻自在道家別衣装1位ということで、ほい、割烹着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 、給食のおばさんみたいな感じになってきましたね。いやおかーんってなってる、おかーんセリフから、うん、割烹着ね、ほんと料理うまそう、これ着てたらもうだって大将だもん、お母さん食堂、お母さん食堂、おかみさん料亭とかにいそう、うん、本当にフェミに置かれてそうだよな、お母さん食堂、あお母さんって何ですかって言われる、すいませんでしたって、はい、モノクでかけた給食のおばさん、うん、まあまあまあね、カッポーギいいんですよ、カッポーギいいですね、あのギバイ兵長のさ、
お掃除姿お掃除姿、はい、いいじゃん、ね、あのかぶってですね、そう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 、はい、ね、マスクつけてね、うん、そしてもう一枚が、もう一枚が別衣装2ということで、こちらなんですけど、まった感じ、あ、いいな、で、裏にかんざしみたいなのつけてるんですね、これ、うん、はあ、もう本当にこの、うん、あの要はここのたすきというか手ぬぐいがこう落ちないようにこうバッテンでするやつあるじゃないですか、あれが好きなんですよ、エッチだよね、なんかなんかね、うん、かっこいいんですよ、いいな、かっこいいんですよね、これあの一回正月の時に親父がこれで料理作ってる時は、すげえかっけえなって思いました、なんかね、締まって見えるっていうか、そう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 、作ります今からみたいな感じが、うなじいいね、確かに、うなじいいね、好きやらば掃除してそう、なんか細かそうだよ ね、 ああ、指でなすってほこりがついてますよみたいな、なんですかこれはって言いそう、いいですね、もう本当大さじ1杯は本当に大さじ1杯でやりそう、うん、ちゃんと測ってくださいって言われたら怒られそう、そうそうそう、なんかもうあのかんざしでさシュートメジャーのかんざしでティラリーみたいな、はい、今後もご質問、はい、一問一答裏話などを取り上げていきますよ、はい、これが聞いてみたいなどのお便りも気軽にお寄せください、はい、今週紹介しきれなかったものも次回以降また取り上げていきますのでぜひチェックしてくださいね、以上裏道場でした、ありがとうございました、バイバイではないです、バイバイではないです、はい、ということで次のコーナー行ってみたいと思います、はい、こちらでーでん、最新の情報かな、せやでやでーせやでー、相場相場ババンベルから最新情報、それは仕事に、あ、名前変えるの流れ、はい、はい、最新情報です、せんちゃんからお願いします、はい、まずは、復刻限定将来はんなりみやびなバレンタイン、そして復刻祭事ちょこっと告白大作戦を開催です、ちょこっと、復刻限定将来はんなりみやびなバレンタイン開催で入手できるカードはこちらとなっております、はい、レア誘惑ショコラティエ桂小五郎、いいですねまた ね、 あのね、洋風な感じがいいね、そして SR 茶の湯でショコラシシドバイケン、かわいいよね、甘味だね、これね、この味でもうやばいですよね、これ本当に最初見た時にこれやべえなと思って、これかわいいよね、かわいいですよね、あんこついてんぞ、こだわりポイント毎回高いの本当にいいと思います、ね、あんこついてんぞ、そして SSR 紳士のビターな期待金巻自在道家ということで、チョコねすごいね書き込んでるんで、うわすごっ、本当にすごいんで、美味しそう、やばい、あれはゴデバだ、ゴデバ、ゴデバゴデバです、はい、そして祭事の報酬カードはこちらとなっております、はい、ノーマル気配りチョコ武蔵坊弁慶でございますね、これもね、どっちのチョコを渡してくるんでしょうねこれ気配りでね、やっぱジャージの方がモテるよな、ジャージの方がなんかこう、なんだろうな、近寄りやすい雰囲気はあるな、これだけ見るとやっぱね、前全開に開けるチョコレートっていうのはね確かにこう何考えてんだろうなって、あるけどね、一粒500円ぐらいそうですね金巻さんのね、はい、そしてレアダークチョコ、はい、土方歳三ということで、うん、これもこの顔がね、むっつりスケベなのにこの顔出ちゃうんだっていう、あのね、これわかんない想像だけど、うん、多分市販品だよね、まあそうだろうな、土方さんだからこそ市販品っていいなって思うの、うん、まあ、すごい選んで、うん、選び抜いたこの自分が気に入ったものな、そうしょうがねえなみたいな、うん、そうなんよ、いいのよ、いいなんよ、この顔がいいのよ、むっつりなんだよ本当にむっつりなのにこんな顔できちゃうんだから、今桃鉄やってるのかなやってるかもしれない桃鉄中の人な中の人そして SR 青春ミントチョコ野球十兵衛です、うん、この十兵衛くんのねジャージもいいのよ、うん、いいのよこれ、部活行く前だね、そう、うん、じゃあ行ってくるなっていう感じのくれんのみたいな、もうホワイトデーじゃねえけど今度の試合はお前のために勝つぜみたいな言いそうだけど言わなそう、ね、言いそうだけど言わなそう、うん、包み紙も可愛いですねこれね、
本当にこうキャラクターだけじゃなくて持ってるものだったり、うん、服装だったりすごいこだわりが見て取れる。神はね細部に宿るんですわ。すごいわ、やはり、うん、やば。そして SSR ちょこっと胸騒ぎ喜一方言ということでこちらなんですが、いやもう本当にねストーリーも良かった。ああ俺はもう頑張って走った。俺は喜一くんが半分チョコをあげてるんだよ。そうこんなことないですからね。一緒に食べますかはあるだろうけど、本当もうそれだけでがっつり分けるっても多分ないと思うんで。レアだよ、 SS レアだよ。まばゆいですよ本当に。やば、羽生え、あれはマフラーか。あれはマフラーか。一応マフラーというところで、はい。その他アルバイト限定メニューが今年の新メニューも登場、はい、期間は2021年1月20日金曜日から定期メンテナンス、定期メンテナンス後からですね、うん、2021年2月3日水曜日14時59分まで、はい、どうぞお楽しみにということで、はい、はい、ということで続きましては2年目誕生日将来来ましたね、これは本当に開催となります。さあ来ましたよこの二人。いやドネーションがね可愛いんですよ。いやもうすごいじゃん。はい、見てもらった通りコメントでもねそうってなってますから、ってなってますよ皆さん。インシュンと、上泉です。上泉もねすごいモテそうなんで。モテるわこれは、これはできる男感がいいです ね。なかなかロン毛の人ってねこうならないよ。ならないですよ本当に、はい、インシュンすごい天使でな。天使だな。もう中の人がねイメージできないよな。よく知ってる。よく知ってるっつって。よく知ってる。あので酒飲むと大変だね。大変だねって。カーリー先輩が想像できない天使っていうね。可愛いんだ。あでもそれがまたギャップでいいのかもしれないですね。中の人ギャップでね。ちなみにこのお二人は、開催期間は2月3日水曜日、はい、メンテナンス後から2月10日までの1週間となります。開眼後の絵柄は追って公式ツイッターで公表となりますので、2人で過ごす特別な誕生日をお楽しみください。あいいですね、はい、そして乙女県武蔵、はい、剣豪絵巻予約受付中、はい、ということで剣豪、絵巻の本編イラストとストーリーの一部をダイジェストで収録いたしました、うん、乙女県武蔵の物語本編の魅力が詰まった一冊となっており、なんと、はい、A4 フルカラー120ページと120ページとなっております。はい、ということで現在、かりん通販にて、発売が2月10日水曜日となっております、はい、もう来月ですね、はい、かりん通販にてただいま予約受付中ということで内容を、ちょっとだけお見せしたいと思います。チラチラと見えてますけど、チラチラと見えてますよ。こんな感じでキャラデザーの設定とかね、いろいろ、これが全部フルカラーってことですね。フルカラー120ページもありますから、本当にもう全部載ってますよ、言うたら皆さんこれフルカラーです。フルカラーでお届けです。ダイビジョンの本当フルカラーですからね。ダイビジョン A4 フルカラーです。やべえもうみんなコメント書いてんだ。え俺まだコメント書いてなかった。何よ。いやここのコメントを、はい、最初期担当した人とか、はい、あのみたいな感じのあのスタッフがコメント書いてんだけど、はい、俺コメントまだ書いてない。まだ書いてなかったってことです。書かなきゃ、書かないと、書いてください。ということで本当にお楽しみください。はい、そしてこの剣豪絵巻をご予約の方に、うん、川柳開放チケットをもらえる合言葉付きチケットがなんと、ね、全4種を1冊につき1枚ランダムでプレゼントとなります、うん、あんちゃんのへそが見えるじゃないですか。あ、エッチだ。へそちらやへそちらあんちゃん近藤さんですらへそ隠してんの、うん、本当だよ。近藤さんですら隠してるのに。おっぱいは出てるけどね、はい、一応ね。なんとさらに抽選で、はい、学園別のキャストサイン色紙が各1名様に当たります、はい、詳細はかりん通販の公式ページでご覧になります。つまり4名様にご当たるということですね、はい、限定4名様でございますね。これはすごい、はい、ご覧くださいということでこちら、ご期待ください、はい。そして1月も残りわずかとなりましたが情報はこちらで、で、うん、1月19日は維新学園勝海舟の誕生日、1月27日は巌流学園拓庵和尚の誕生日、うんでございます、うん、こちらお正月ボイスもね聞いてくださいね、うん。そして2月は2月3日は京八学園上泉伊勢の神の誕生日、うん、そして2月5日は巌流学園宝蔵院院春の誕生日、はい、2月22日は巌流学園吉岡伝七郎の誕生日となっております。マイページでは同じ学園の剣豪からのお祝いボイスも聞けます、うん、
さらに2月8日から2月14日まではバレンタインボイスも聞けますので、ぜひぜひ、この機会にチェックしてみてください、はい、チェックしてください。さて、はい、さて皆さん次ですよ。2月カリンコラボとして、これあれもう公開してたっけかな、いや多分まだじゃないですか、初公開です、初公開だと思うんですけど、はい、ツイッターとかでは見てないので、さて、さあドン乙女剣武蔵×英国探偵ミステリアのコラボ催事を開催です。びっくりです、びっくりです。この間もね、この間というか結構前にもミステリアの名前出てたんで、そうそうそう、あもしかしたらと思ったんですけど、うん、ミステリアでした。ミステリアですね。結構キャラをね、この乙女剣武蔵チップにちょっとだけね手直ししてるんだよ。寄せてるんですね。あ、そうなんですか。で、刀を取ってるんだよ。対等しちゃってるんですね。そうそうそう、探偵が刀を、コラボってなるとそうなりますよね。確かに、はい、剣豪と探偵が手を組んだ、うん、留学生として20世紀の日本にやってきた19世紀ロンドンの探偵たち、うん、どれ、いや分かんない、あの橋を渡ってきたのかもしれない。ああそういうこと、そう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 、幕末の財宝をめぐり時空を超えた捕物帳、詳細は公式ツイッター公式サイトにて随時公開、お楽しみに、ということで、まあ橋を渡ってきたのかな多分な。そう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 、アシアドーマン、もしかしたらこの画像がヒントなのかもね、うん、あ、そういう、わかんないよ、わかんないけど、わかんないけど、そう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 、次回誰がレアなのか、うん、あー、そういうスーパーレアなのかとかいろいろあるじゃん、わかんないけどね、ぜひぜひぜひ楽しみにしてください。はい、では最後にこちら、今回の合言葉、おこちらは新年の誓い、うん、ということで報酬は、なんと、はい、報酬7個です。7個、はい、こちらは生道場を見てくださった全剣豪への報酬となります。報酬は公式ホームページの合言葉入力ページから入力してください。受け取り期限は、今日から1週間、12月25日、24時まで、はい、期限を過ぎると受け取れないのでご注意ください、はい、この合言葉は生道場だけの秘密にしてください。期間内ならアーカイブ配信でご覧の方も受け取れますので、ぜひぜひこちらアーカイブご覧ください。新年の誓願とか新年の知女とかじゃないのよ。おい、新年の誓いだぞ、誓いなのよ、誓いだぞ、指切り厳慢ですからね。本当に本当に嘘ついたら7個って割と大事だぞ、大事だぞ、本当に本当に。さて、さて今回も今回も楽しくお送りしましたが、ラストの締めコーナーでございますよ、はい、はい、いやもうタイムはもうバッチリですよ。今日バッチリだね。今日バッチリですよ。今日バッチリだね。びっくりしました今、うんうん、タイム的には。はい。そうですね。いろんな方のこう誕生日も増え、コラボも増え、うんうん、物語自体は本編は終わってはしまったんですけども。しまったんですけども。乙女剣の勢いは衰えずといった感じでございます。そうですね。はい。いろいろ頑張ってるみたいです。頑張ってるみたいです。あの頑張ってくださってます。はい。頑張っていかないと、ちょっと一言みたいに言っちゃうと、違う僕らも頑張っていかないとっていう後に続く言葉を聞いてくれ。なんかリアルな言葉の選び方がさ、なんかのべこ絶妙にアウト感がさ、いや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 、めっちゃ面白い、あのメディアに切り抜かれるやつじゃないですかそれも。なんかこう、なんかこう配慮して喋っている割にさ、はい、配慮が欠けるんだよね、まあ、頑張ってくださっているとかが言えなかったってことですよね今ね、多分きっとそこだけ切り取られて、うん、頑張ってるみたいなんでっていうのがダメだったってことですよね今ね。アウトなのがいいや、それはダメや。まあ、そこ楽しんでくれるならいいんだけどな。もうちょっとね、気をつけて喋っていきたいなと思います。いや、本当、ケンちゃん面白いから。いやいや、そんなことないです。いいと思いますよ。と思いますよね、はい、みんなもね。さて、次回の放送は、うん、次回の放送は2021年2月1日。1日。はい。月曜日22時からを予定しております。はい、ニコニコ生放送、YouTube でご視聴ができます。また、番組へのご意見、はい、ご要望、応援メッセージなど、本当にお待ちしておりますので、はい、皆さん、どしどしお送りください、はい、今回の生道場も来てくれてありがとうございます、うん、ちょっと時間があるので、はい、せっかくなんで久々にですね、そうですね、まだあるんで、なんかちょこちょこっとまだ読めてないやつありましたよね、うん、これ読もうか、はい、健康ネーム、はい、新八くんとホラー映画見たいさん、おいただきました。うん、金巻さんの、うん、もっとあなたも鬼になりきりなさいという言葉が未だに刺さりますし、はいはいはい、来月また鬼になれそうな一般的な行事がやってくるので確かに、ね、いつでも鬼になれるように準備しておきたいです、うん、
角があるだけでなぜか男性はかっこよく女性は小悪魔になれちゃうので会って損はなさそうです。あ、そういう意味では女の子は全員似合いそう、うん、女の子といえばアイスちゃん。アイスちゃんに一緒にお風呂に入ろうって誘われた時、アイスちゃんなら見られてもいいかもしれないと思ったのは自分が大人だからでしょうか、うん、でも現実では女性に見られるのも多少の恥ずかしさがあるのでアイスちゃんから言ってもらうのは夢がありますね、うん、入った先の妄想はちょっとエッチなので秘密です。アンちゃんはとっても物知り、お父さんみたい。お父さん石鹸を引っかいておくと爪に土が入らないんだよ。やったことないので爪いじ、ん？土いじるの時にやってみたいです。へえ、そうなんだ。爪にね、こう石鹸引っかいておくとここに石鹸が溜まるから、うん、それでガーってやるとここに土が溜まらないんですよ。なるほどね。土が溜まらない。はい。ほうほう。あの土がここに、あの先に入っちゃってるから。そう、先に入っちゃってるからそれ以上いかないんですよ。なるほどね。だから土いじったりとかするときにそんなに汚れない。へえ。そう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 。やったことあるの？ある。あの広いお庭で。うん、広いお庭じゃなかったけど。サッカーできるぐらい。そんなないよ。そんなない。サッカーやれるまででかくない。隣の家の塀とかポーンなっちゃうだろ、そんな、はい。どんだけ広いの、はい、ね、出てますけど、はい、来月確かに鬼になれるっていう感じで、はい。もっとあなたは鬼になりなさいということで。どうなんだろうね。はい、一等歳の、その、すごい太そうだよね。まあ、でかいからな。うん。それはでかいよ。ディアブロスみたいなやつ。もう、こういうやつな。こういうやつ。うん、モンスターハンターや。逆になんか、一等、あの、ケンポー君とかは、ちっちゃかったりするのかな。うん、小ぶりっぽそうだよね、うん、でも。でもなんか、すっげえ先尖ってそうな気しない？あ、もう、ギュンギュン。ギュンギュンに。ギュンギュン。ちょっとそれは痛っつって、そうそうそう、チツーみたいな感じでしょうね。だいぶ先が見えないぐらいの細さ。キラーンってなりそう。ね、うちの娘は鬼になれない。いやいや、そんなことはないよ。豪邸じゃないですよ。僕のの、ね、そうそう、温泉です。温泉ないです。普通に湯沸かしてるわ。温泉本当に勘弁してくれ。というわけで、というわけで、まあ、今日もね、こんな感じでやってまいりましたけれども、うんうん、久しぶりにやると口回らんけど楽しいな。やっぱね、こう2021年になってまた一緒にこうやれるっていうのは本当にありがたいことであります。見てくださる人もそうですし、提供してくれてる曽根さんをはじめね、スタッフの方々がお準備してくださって、ケンちゃんと一緒にやれてるのは本当にありがたいことなので、毎回ね、リスナーさんがコメントいっぱいくれるんですよ。本当、今日も77人累計でね、ありがとう、来ていただいてて、649かな、今見れるところで、650か、うん、650コメントまで来てるっていうことで、うん、めちゃくちゃコメントしてくれてると。そうなんです、ありがたい限りです。ありがとう、いつもいつもありがとうね、みんな、うん、ありがとう。みんながいないと成立しない番組でございます。お便りもみんないっぱいくれてね、そうそう、本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。これからも人生の潤いをくださいということで、はい、与えます、与えます。びしょびしょにしてやるわ、本当に。水たまりに落としてやろうか。着替え用意しとけよ。着替え用意しとけよ。はい。はい。ということで、皆さんも本当、お体には気をつけて、はい、次回2月1日にもう一回ここでお会いしましょう。はい、ぜひぜひ。じゃあ皆さん、準備いいですか？例の言葉は。あれですよ。あの、超から始まるやつな。そう、さっき一人フライングしてたけど。貴様。ここに。ということで、ね。何終わりたがってんだよ。やめろよ。終わるのはこれからだよ。もうちょっとだぞ。これから終わるから。はい、じゃあ行くよ。閉めるから。行くよ。じゃあ行くよ。せーの、長短赤蓮。またね。うわ、長短赤蓮、バーッとコメントバーッ来て、ギャーッと来て、あー来た来た、お疲れ様でした。コメントが見に来た。お疲れ。またね。バイバーイ。歯磨けよ。あったかくしろよ。